Baby it's you。 無限へと散らばれ始まりの愛してしえいたし。 Yeah 언제 날 무너뜨리고 소리지면 돼 내게 no more drama。 Got me starting in my house my dance。 見つけたよ心が Yes like my home my homeAt home。 僕の部屋におかえり NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて皆さん、もうすぐクリスマス、そして続けてお正月がやってきますね。めちゃくちゃ早いですね。皆さんもうどうですか、年賀状とかの準備もしつつ、年越しの準備もしつつっていう感じですかね。まあ僕もね、クリスマスの頃はよくお願い事してましたね。12月25日になる1週間ぐらい前からすっごいもうお母さんとねお父さんの言うことを聞いて、サンタさんとのこの気の探り合いみたいなね感じもありつつ、そんな一悶着もありつつ、でそこになぜかねお母さんが噛んでくるみたいなね、なんかあんたみたいな、なんかそんな感じもありつつ、すごい素敵なクリスマスを毎年過ごしていたんですけど、まあ正月もですね、僕ちっちゃい頃はね友達にこう本当に直でねちゃんと書いて、で僕郵便局に行かずに本当に走って友達ん家まで届けに行ったりしてたんですよね。走り屋のユータって呼ばれてたぐらい、本当に正月1月1日はね本当に走り回ってた記憶がありますけど、まあ今年のねクリスマス、そして正月も皆さんにとって、愛する家族、愛する人、そして、素敵な友達とね素敵な時間を、皆さん過ごしてください。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でカラーズ。
NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。12月のテーマは NCT のロマンティックラブソングです。まずは NCT127 でゴールドダスト。ニューアルバム2バディーズに収録のナンバー、美しいイルミネーションを眺めながらこの曲を聴くとロマンティックな気分を味わえるのではないでしょうか。続いて NCT ドリームで Be There For You。 No, yeah, 美しいピアノのメロディーから始まるナンバー、どの季節に聴いてもいい曲ですけど、冬の寒い時期が似合うラブソングですね。そして最後は NCTU で Sweet Dream。ユニバースに収録のナンバー、メンバーたちのコーラスワークが素晴らしい一曲になっています。声の重なりがロマンティックなムードを盛り上げてくれます。以上 NCT のロマンティックラブソングでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム、NCT127 ユータのユータアットホーム、以前この番組でクリスマスっぽいあったかいエピソードを聞きたいなと、僕がお話ししたところですね、たくさんのメッセージが届きました。クリスマスも近づいてきたので今日は皆さんのメッセージで、ほっこり温かい気持ちになってもらえたらなと思います。ちなみにですね、今日はなぜかスタッフの方がですね、クリスマスにちなんで、もしね僕ユータがあったかい気持ちになったら、このボタンを押してほしいというね、ボタンをこう準備されたんで、皆さんちょっと聞いてくださいね。メリークリスマス、ボーイズ&ガールズ。うん。メリークリスマス。癖がすごい。メリークリスマス。みんなバージョン、みんなバージョン。みんなバージョン好きだな、俺。メリークリスマス。かわいいやつね。メリークリスマス。かっこいいやつ。はい、このね、5つを準備してもらったんで、僕ギターがねちょっと押させてもらいたいなと思います。では早速ラジオネームリラさん、ゆうたくんただいま、ほっこりおかえり。毎年クリスマスが近くなると家族の中で出てくるエピソードがあるのですが、私は3歳ぐらいまでサンタのことをパルおばあさんと呼んでいたらしいのです。メリークリスマス。メリークリスマス。性別とか文字数とかあれる部分で重なる部分がないので、パルバーさんと呼んでいた理由はずっと謎のままです。ゆうたくんは小さい頃間違って覚えていた言葉や人の名前はありますか？メリークリスマス、ボーイズ&ガールズ。ボーイズ&ガールズ。ワンチャン思うんですけど、パルバーさんという人と会ってるかもしんないよ。これスピリチュアルな話になっちゃうんですけど、絶対一回はこうどっかで会ってるんですよね、こういうのって、パルバーさんと。だからちょっとパルバーさんを今年の冬は探しに行く旅に出てみてください、リラさん。きっと素敵なクリスマスになると思います。で、ゆうたくん小さい頃間違って覚えてた言葉、あのね、俺あんまなかったんだけど、でも僕の妹がね、僕のことをクー君って呼ぶんですよ。で、よくだからちっちゃい頃クー君クー君って、今もクー君って呼ばれてるんですけど、僕のおばあちゃんがねすごくこう厳しくて、お兄ちゃんのことはお兄ちゃんって言いなさいとか、お姉ちゃんのことはお姉ちゃんと言いなさいっていう人だったんですけど、それでなんだ、メリークリスマス。間違えた。今のは間違えた。すいません。今のは間違えました。で、それで、ゆうくんって言いなさいって言われて、で、そっからゆうくんっていう発音ができなくて、くーくん、くーくんって言ってた名残で、今もね、たまに帰ると、くーくんってよく言われますっていうあったかい話ですね。クリスマス。では、次行きたいと思います。ラジオネーム、さちさん。ゆうたさん、ただいま、お帰り。18歳の頃、私は飲食店でアルバイトをしており、そこで働く3歳上の社員さんのことが少しだけ好きになっていました。ある冬の日、その日は寒く、お客さんもほとんど来ていない状態でした。ホールには私と彼の2人だけ。外ではハラハラと雪が降り始め、私たちはそれを眺めながら軽くおしゃべりをしていました。そこでふと彼が言ったのです。〇〇さんって雪が似合うね。初めて言われた言葉でした。メリークリスマス。雪が似合うとは果たしてどういう意味なのか、彼はただなんとなく言ってみただけだったのでしょうが、他に好きな人ができても6年が経った今でも雪を見ると
どうしてもその彼のことを思い出してしまうのです。いや、この話すげえ引き込まれた。あの、情景がすごい浮かびながら読ませていただきました。いいなぁ、雪が似合うね。そういう男になりたいな俺も。こう何年経ってもさ、未だに思い出させるというかさ、やっぱあれだよね、なんか俺思うんだけど、こういう恋愛とかさ、歌もそうじゃん、やっぱ季節にさ何かするってやっぱ強いよね。その季節になるたびにさ、その人のこと思い出したりするじゃん。いや、これはちょっと暖かかったな。お前が台無しにしてんね今の。まあ次行きたいと思います。ラジオネームはぐみさん、ゆうたくんただいま。小さい頃我が家のサンタさんは必ず私の入浴中にやってきました。あ、入浴中にやってくるタイプね。家によってちょっと様々だよね。寝てる時にさ、なんか来るサンタさんもいればさ、ちょっと煙突から降りてきました的なサンタさんもいるしさ、それちょっとなんで家庭によって様々なのかは俺もわかんないけどね。クリスマスイブの夜、インターホンが鳴らされ、母の遠いところご苦労様です。これいいね、メリークリスマス。すごい優しいお母さんじゃん。プレゼント渡しておきますね、気をつけてお帰りくださいね、という会話が聞こえ、すごいじゃん、超いい話だねこれ。慌ててお風呂から上がるとプレゼントが届いていました。私にとっては大切なクリスマスの思い出です。いいね、ゆうたくんが小さい頃の忘れられないクリスマスのエピソードはありますか。やっぱサンタさんにさ、こう好きなものをさ、やっぱお願いするわけじゃん、一年に一回だから。だからこっちも気合が入ってるからさ、ちょっと高めのものとかをさ、こうお願いするわけよ。こう記事とか見てね、新聞紙に挟まってるさ、こうクリスマスセールみたいなのでね、あって、僕その当時ベイブレード好きで、ベイブレードのね、ちょっと高いものとかを毎年頼んでた記憶があるんですけど、なんかしんないけど、こうお母さんがさ、こう一言入れてくるんだよね。勉強しないとな、もらえないよとか。サンタさん今年はさ、なんかこう忙しいらしくてさ、そのグレードのおもちゃは多分無理かもしらんで、みたいな、なんか分からんけど、サンタさんの事情を知ってたのよね俺のおかんって。いまだにそれは謎なんだけど、うん。でお父さんのちょっとこう横目でこう俺を見る感じとかね、あの感じちょっといまだに忘れられないですね。まああのクリスマスはこの年になってもやっぱりね、すごいこうロマンを感じるし、いや俺このはぐみさんのお母さんすごい優しい人なんだろうなって、この文章を見ながら読み取らせていただきました。いいですね、はぐみさん素敵なクリスマス過ごしてください。では次行きたいと思います。ラジオネームゆうたみナンバー1273、ゆうたくんただいま。私は12月25日生まれなのですが、わあすごい、メリークリスマス。世の中はクリスマス、子供の頃は母が誕生日ケーキを予約しに行っても25日はクリスマスケーキしか販売しておりませんと言われたりして苦労してたみたいです。特に私の好きなイチゴのタルトは断られることも多く、そんな苦労をしながら毎年誕生日には大好きなイチゴのタルトを欠かさず用意してくれた母に今ではとても感謝しております。24日はクリスマスケーキとクリスマスプレゼント、25日は誕生日ケーキと誕生日プレゼントを別々で、わーすごいね、用意してくれた両親のおかげで幸せいっぱいでした。ゆうたくんはクリスマスケーキの思い出はありますか。楽しく賑やかなクリスマスがゆうたくんにも、ゆうたみの皆さんにも訪れますように。今回素敵な話ですね、今日。そうね。なんかあったかな。でも俺、ショートケーキ食べれなくてあんまり、いつもチョコレートケーキをお願いしてた記憶があるな。でね、僕の妹も12月22日生まれなのにね、クリスマスと近かったから、なんかこれを見ながら妹もそんなこと思ったりしてたのかな、なんて。と思いながら読ませていただいたんですけど、ということでですね、この時期ならではのあったかいエピソード、すごいほっこりしました、読んでてありがとうございました。せっかくなのでね、今日ご紹介した皆さんには、今日みんなにあげたいな、今日ご紹介した皆さんにはゆうたサンタからのプレゼントとして番組ステッカーをプレゼントします。それではここで一曲お送りしようと思います。浜田雅俊と牧原紀之でチキンライス。親孝行って何って考える、でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきては
もらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。お送りしたのは浜田雅俊と牧原紀之でチキンライスでした。ここでですね、皆さんからのメッセージも届いていますので紹介しようと思います。ラジオネーム羊の皮をかぶったやけさん、りゅうたくんただいま、おかえり。ラジオ DJ として立派にトークしているりゅうたくんに相談があります。はい。私は今年就職し、学生時代よりも幅広い年齢の方と関わるようになりました。自分と年が離れている方も多く、どんな話をすればいいのか迷ってしまいます。もともと雑談が苦手なこともあり、仕事以外であまり話ができません。どんな人とでも話せると思うトークテーマは何ですか？また話しやすくなるコツなどがあれば教えてください。そうね、難しい質問ですね。でもやっぱり何事でもそうだと思うんだけど、やっぱ親しくなりたいだったり、この人とうまく仕事の関係を築いていきたいっていう方がいるとすれば、やっぱり自分から話していくっていうある程度のアプローチっていうのはすごく大事だと思うし、やっぱ自分から興味を持つことっていうのがすごく大事な気がしますね。あとね、やっぱね、年上の方とかってやっぱ僕もこうたまに感じるんですけど、どんだけ背伸びして話したとしても、あ、こいつ背伸びしてちょっと俺とこうなんていうんだ、同じぐらいのレベルのお話をしようとしてるんだなっていうのは多分察してくれると思うから、そうそう、だから気楽に喋るっていうのもすごくいいと思うし、あとはやっぱりどんな人とでも話せるトークテーマっていうのはないけど、やっぱこうね、対人とのコミュニケーションなんで、やっぱその人に対してどれだけ興味を持ってるかとか、どういった風にアプローチするのかっていうのは、やっぱ、自分に合った多分トーク技術がね身につくと思うので、そこら辺は頑張って見つけていってほしいなと思います。じゃあそれでは次行きたいと思います。ラジオネームミキピヨさん、ゆうたくんただいま、おかえり。私は12月25日生まれの、おーすごいね、ゆうたくんが大好きなシズニーです。この時期が誕生日だと、誕生日とクリスマスのプレゼントやケーキが一緒とかで、小さい頃は他の子を羨ましく思ったことがある人も多いと思います。しかし私は年々自分の誕生日が好きになっています。なぜならゆうたくんのクリスマスの写真や歌の贈り物が増えていくから。特に去年は長い間でずっと NCT に会えなかった時期に、ゆうたくんの冬が終わる前にのカバーを聞いて胸がいっぱいになり、感動して涙を流してしまいました。ありがとう。大好きなゆうたくんからのとっても大きく温かいプレゼントを誕生日に受け取れて本当に幸せな一日でした。あれから時間が経ち、今年は日本でゆうたくんを応援できる機会がたくさんあって、幸せがもらえた楽しい年になりました。ゆうたくん本当にありがとう。こちらこそありがとう。来年も再来年もその先もずっとクリスマスがその年の NCT との思い出を楽しく振り返りながら過ごせる日になればいいなと思っていますね。温かいメッセージいただきました。クリスマス、そうね、あの時ってさ、まだこう日本活動とかもさ、今みたいにこうなかなかできない状態で、まあコロナ禍だったからね、やっとこうお客さんを入れて、まだ声は出せないみたいな状態でね、そんな中でやっぱね、海外でこう待ってくれてる日本のファンとかね、まあその他もろもろのファンのみんなはね、なかなかいつ会えるんだろうとかね、いう不安が多分いっぱいあったと思うから、何かしらね、こうなんだろう、気持ちを伝えたかったというか、でいうのでカバーをさせてもらったんですけど、こういう風にね受け取ってくれて、すごく僕自身もやってよかったなと思うしね、今年もなんかやりたいね。ね、今年もちょっと考えてみようかなと思います。ミキピオさん、素敵なクリスマス、そして誕生日、過ごしてください。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームレナさん、ゆうたくんただいま、おかえり。毎週ゆうたくんのラジオを聞いてリラックスした時間を過ごすのが私の日課になっています。いつもありがとうございます。今回相談したいことがあってお便りを送りました。私はいつも誰かを助けたいという気持ちがあり、何でもかんでも引き受けてしまいます。その結果、やらなければいけないことがたくさんになってしまい、自分を追い込んでしまいます。
自分で自分を追い込まないようにするためアドバイスをゆうたくんにいただけないでしょうか。最後になりますが、これからどんどん寒くなるので体に気をつけて過ごしてください。わあ、そうね。いやでもね、これすごくいいことだとは思うんだよね。でもただレナさんが今これのせいでだんだんダメージが蓄積されているのだとすれば、あんまり良くない状態だと思うんだよね。僕の友達にもね、すごくこう優しくて人のことをすごく気にかけてる子がいて、何でもね、僕がやるよって言ってくれる子がいたんだけど、やっぱね、その子もね、結局その積み重ねで病んじゃったりね、気持ちの病気になっちゃったりっていう子を僕知ってるから、やっぱ無理しないことっていうのがすごく大切だし、なんかで読んだら、俺本で嫌われる勇気だったから、なんかの本で読んだって、やっぱりノーって言った時にそれ相応のこう、まあ相手がまあなんかこう対応してくると思うんだけど、なんかそれで理不尽なことをこう言われたり、なんか心ない言葉とかをね投げかけてくる子がいたとするならば、僕はね全然そいつにもう一パンチ浴びせちゃってもいいと思うんですよね。本当にね、レナさんが無理せず自分らしく入れる環境に行くのが僕はすごくいいと思います。あ、でもそうか、助けたいという気持ちがあるのか、ならばもう助けれるだけ助けてあげてください。その代わりレナさんをケアできる誰かだったり時間だったりっていうのをしっかり作ってあげることが大事なんじゃないかなと思います。レナさんも素敵なクリスマス過ごしてください。それでは次曲いきたいと思います。 NCTU で From Home。
NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです。今月はユータの五感にまつわるエトセトラです。今週は僕ユータの聴覚、聞くことにまつわる質問に答えていきます。イヤホンのお好みはどちらですか？中低音重視、バランス重視。ケバケだな、これ。どういう音楽に聞くかもよるけど、ロックだとやっぱ重低音で聞きたいね。自分に向いているのはどっちですか？都会の騒音、田舎の静けさ。これ田舎の静けさ。苦手な音、我慢できない音はどんな音ですか？いびき。いびきはもう我慢できない。ということで、ユータの五感にまつわるエトセトラでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか？いいですね。素敵なクリスマスになりそうですね。皆さん、最後にこの方のメッセージを紹介しましょう。ラジオネームナナさん、いつも楽しい時間をありがとうございます。こちらこそ。ユータ君は自分だけの修復な時間ってありますか？私はゲーム実況を見ながら眠りにつくことです。ああ、わからんことはないな。たまにホラーゲームを見た後その夢を見ることがあります。これからもずっと応援しています。大好きです、というメッセージいただきました。そうね、修復の時間か。やっぱ俺はね、コーヒー飲む時間が一番好きな気がしますね。っていうのも、一番修復な時間が俺スケジュール終わりかと思うと、スケジュール始まる前なんだよね。このラジオでも言ったと思うんだけど、俺スケジュールある1時間前には絶対起きんのね。朝もう例えば4時起きだったとしても3時に起きんの。俺3時に起きてバタバタするのが嫌だから、3時に起きて、でその時間にYouTube とかで朝のリラックスコーヒーって言ったら、調べたらさ音楽出てくるじゃん。ああいうのかけてコーヒーを飲むっていうのが仕事行く前の一番渋くな時間かもしれませんね。うん、そんな感じかな俺は。これからもですね、皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に皆さん遊びに来てください。皆さん素敵なクリスマス過ごしてください。そしてお正月お年玉いっぱいもらってください。バイバイ。We pulling up and we cutting the line. 빛이 안 나, it isn't right. Timing 맞춰 the point and sign. Open the keys, open the mind. Too fast, you 움직임은 Blue's Clues. Everybody jealous, 따라 해보든가 new rules. 위험한 생각에 맞서봐. 이번엔 뛰지 않은 날. Let's get away right now. 더 빠르게, yeah yeah. 그려 내 모습을 마주하게. Feel too big on the highest.